ヤクルトは13日、青木典近外野手が今季限りで現役を引退すると発表した。メジャー6年間を含むプロ21年間で通算2723安打、NPB1949 本、MLB774 本を積み上げ、通算安打数は歴代5位。通算打率3128はプロ野球歴代6位に入っている。 左のヒットメーカーがユニフォームを脱ぐことになった。動画、ウォーミングアップ中聞こえてくる、微声は、ヤクルト・青木が熱唱する、レイニー・ブルー、壮大から2003年ドラフト4位指名でヤクルトに入団。2005年にレギュラーに定着し、同年は史上2人目となるシーズン200安打、202本、をクリア。打率344で首位打者を手にし、新人王にも選ばれた。 三度の首位打者に輝いた後、2011年オフにメジャー移籍。7球団を渡り歩き、通算759試合出場で774安打を放ち、打率点285、33本塁打、219打点を記録した。2018年にヤクルトへ復帰。30代後半になっても安打を量産してチームを牽引したが、 近年は故障や不審もあって出場機会が減少。9回最年長野手として迎えた今季は代打などでの出場が多く、8月5日に出場選手登録が抹消されていた。今季成績は61試合で打率点192、0本塁打、9打点だった。WBC 日本代表として3回出場し、第1から2回大会の連覇にも貢献。首位打者3回。 盗塁王1回、最高出塁率2回、最多安打2回。ベストナインとゴールデングラブも7度受賞している。